はい、今回はですね、アストロシティミニに夢中になっていたらこんな時間10時半になってしまいましたということで、ボランチになりますね。ボランチ、ブレックファーストとランチの間ということでね、そろそろ賞味期限が迫ってきた悪海水陸両用ラーメンを今回作ってみたいと思います。まあ普通の味噌ラーメンっぽいですね。誰か来た。ではまずはですね、バターですね、バター、もうね、油がついちゃうと嫌なんで、あらかじめこういうキューブになっているやつを買ってます。コスパは悪いんですけどね、ちょっと手につくとあかんので、しかし落ちない。よし、温めます。溶けたらまずね、野菜ですね。野菜もうできてます安いんだよね、70円ぐらいでした。まあほとんどもやしですからね、もやしってもっと安いですよね。キャベツなんてほとんど入ってないほとんどもやし、もやし、バター溶けるまでちょっと待ちますね。まあさっき映ってましたけど、作るのはこれ、ラーメンですね。悪海ラーメンで、これだけだとね、ちょっとタンパク質とか、なんだろう、ビタミンとかがないんで補います。まあタンパク質入ってないね、こんな感じね。どうしましょう。いい匂い、待ちきれないんで入れちゃいます。このぐらいでいいのかな。取っといてもしょうがないんで全部入れちゃう。よし、ちょっとやかましい。いい匂い。キャベツ炒めます。キャベツくん頼むよ。もう、あ、なんかこの辺ね、キャベツの芯じゃんこれも。言いながら普段こんな感じのものは作りませんちょっとスペシャルですね。できれば鍋は1個で済ませたい。まただよキャベツくん。だいぶしんなりしんのキャベツなんとかならん。回し方が下手。うわ硬そうこれ。なんとかなんのかな。だいぶしんなり、ちょっと強いかも。シャキシャキの方が美味しいの。だいぶね、これ明らかに硬いな。これも芯じゃん。芯ばっかこんなもんかな。全く分かりません。適当です。止める。適当っていうのはですね、適するという意味といい加減という意味があるようでね、難しいですね、日本語。どんぶりだ、どんぶりだから、とりあえずここに書いておきましょう。あ、ちょっと多いな、野菜。野菜多い、野菜多いよ。で、いよいよここで悪海カレー、あ、カレーじゃない、悪海味噌、どうするんだ。水450必要だって。水450入れました。うわ結構ね、この画面苦手なのね。油が浮いてるシーンはね結構苦手。
本当はこのタイミングでこれを温めようと思ったんだけど、ちょっとぬるぬるしそうなんで、ミートボールはチンにします。チン。はい、ミートボールはできました。これがね、タンパク質で、タンパク質ですね。どうでしょう、タンパク質入ってるのかな。もうお腹空いちゃったんでつまみ食いしちゃいますね。まあコンビニバージョンなんで、熱いなんて。やってるうちに沸騰してきましたね。アッガイです。アッガイ結構ね人気キャラになりましたよね。味は味噌。一応あれなんだよね、どこだっけな、書いてねえな。ガンダムカフェはいいんだけど、ジャパンフードなんですよね。これだ、ジャパンフードコレクションに入ってるんですが、普通のラーメンですね。あっちあっち、おお、やばい、湯気で全部水が抜けてます。おお、やべえだこれ、あっちあっち。何分だ、最低3分だけどな。お、2分だって。2分、早いぞ。本当にタイマーん2分、2分、本当に温度下がっちゃいました。まだほぐれませんね。粉はいつ入れんだ。麺がほぐれたら火を止めて、スープを加えて混ぜ合わせて器に移す。なるほど。まだでも1分なってないや。あ、なった。あっち、触っちゃった。まだ硬いな。まだ硬い。ちょっとお湯が少ない気がするんだけど、こんなもんか。好みによりネギ、もやし、ほうれん草か。なるほど。あ、ネギ買ってきたよ今日。切ってない、切ってない。いいか、昨日ネギ買ってきたのに。そろそろあれかな、粉スタンバイ。味噌、ムカッチャオってなんだろう。化学調味料ではないってことかな。わからんまだだね。もういいのかな。お、麺固め。火は止めたので味噌の粉を投入します。混ぜるのかな。あ、粉がこんなとこについちゃった。まあ勝手に混ざるでしょ。よし、本当はこいつ上に乗せたかったな。まあいいや、マジこれや。具が全部沈みました。具なしみたいだね。ひっくり返す。ひっくり返す。どうだ。わびしいね。ではラーメン冷めたらまずいんでね、すぐ食べたいと思います。さあ食べますね。はい、あっかい水陸両用ラーメンということで味噌味ですね。あ、しまった。箸こうやって置いちゃいけないんだっけ？最近ね。息子くんにガンガン指導されてますけども箸トゥー箸はやらないんですが、
箸の置き方がなんかまずいらしくてさ、突き刺しちゃダメとかねということでラーメンを食べたいと思います。ですね、あっがいラーメンということなんですが、味噌味ですね。基本的にね、匂いもはっきり言って味噌味です。さっきちょっと野菜をバター風味にしたんで、若干バター味噌味って感じがしますね。まあ食べた感じちょっとね、味が薄いんで、前テイクアウトした時に余っていたこの吉野家の七味を入れていきたいと思います。これちょっとね、今日寒いんでピリッとして体が温まってうまくなったと思います。こんなの真面目にね、動画にすることないレベルなんですが、アッガイ水陸両用ラーメンでした。ではまた。